言語図書局図書館は、ブルネーダルサラーム国の国立図書館である。略称は、DBP。首都バンダルスリブ川に位置する。ブルネーの中核を成す図書館であり、公務員や研究者らの寄り所となっている。図書館員は152人で15人が専門家で、あるが、多くは、国外の大学で図書館学の学位を取得している。 2001年末現在、増書は498,203冊である。同年の来館者数は342,876人に達する。バンダルスリブガワンに本館を、ブライト地区、クアラブライト、同地区セリア、ストン地区、テンブロン地区に分館を置いている。また、移動図書館が国内43地点を巡回している。国立図書館として、 以下の役割を負う。ブルネイ発の図書館は情報省の付属施設として1953年に開館した。同施設は新聞、雑誌、リーフレット、図書の収集を行った。また、クアラブライト、ブルネイ市、テンブロン地区、セリアに相次いで図書閲覧室が開設された。言語図書局図書館は1963年に開館したが、 当初は25人の職員の内館長と副館長の2人しか専門家がいなかった。また団体のスタッフのみに開放していた。しかし国内の公共図書館が不足していたため1970年から一般の人も利用可能となった。また1973年から1977年にかけて4つの文館が設置された。ブルネーでは 図書館を託児書代わりに使う親がおり、中には2歳の子供が半日ほど図書館に置いて行かれることもあるという。1日50人ほどの子供が来館しており、中にはトイレの使い方がわからない子や病気を患った子もおり、図書館員は対応に苦慮する一方で、これを機に読書好きを育てようと肯定的にも捉えている。また、子供たちはここに来れば、 友達に会えるから寂しくないと話しているほか、親も読書を楽しんだり、図書館が教育活動を提供してくれるのでここに連れてきてよかったと、ブルネイタイムズの取材に答えている。ありがとうございます。